削り節削り節とは、鰹節や鰹、ツサバ、イワシ、マグロ等の補修を薄く削ったものである。日本食の調味料の基礎と位置づけられており、出汁の素材として、昆布などと共に欠かせないものである。料理の仕上げとして最後に振りかけられる場合もある。かつては使用する直前に毎回削っていたが、近年は、工場で削って、窒素風入によって、 酸化や香りの飛散を防いだ、包装の鰹節削り節や花がつを、鰹削り節などを利用する場合が多い。鰹節や削り節は、旨味成分のイノシン酸を多量に含有し、和風の調味料として好んで用いられる。ビタミン B 群など、栄養分は豊富に含む。削り節の風味は揮発性であり、空気中で急速に失われるので削りたてのものほど、風味が高い。 かつては各家庭に鰹節を削るためのカンナがあり、使用する直前に鰹節を削っていた。これは大工道具のカンナを裏返して小箱に載せたもので、引き出しがつき、削り節が貯められ、また鰹節そのものを保存するようになっている。現在でも風味を重視する場合は、使う直前に鰹節を削る。料理店では、鰹節は客の顔を見てから削れという。 削り方にもいろいろな種類があり、一般的に見られるのは、糸削りや厚削り、薄削りなどがある。和食全般に利用されるが、お好み焼き、たこ焼きや焼きそば、焼きうどんなどにも振りかけることがよく行われている。お好み焼きなどの上に乗せると踊るのは、湯気に含まれる水分を吸収し、また発散することで伸縮を繰り返すことが原因である。これに関する自由研究が、 自然科学観察コンクールで受賞している。カツオブシ削り節は、カビ漬けを繰り返したカツオブシを削ったもの。高級料亭などでは、本枯れ節を使うことが多い。この、本枯れ節は、カツオ、カレ節で、カツオブシ削り節の原料。この本枯れ節を使用したもので、価格は高いが非常にコクがある。カツオ削り節は、カビ漬けしていない荒節を削ったもの。 コクが少ないが安価である。このカツオ削り節を出しによく使う地域がある。特に大阪など西日本を中心としたところで使用される。アラブ節は一括表示で、カツオ、節と称され、カツオ削り節の原料となる。花カツオとも呼ばれる。静岡県の一部では、イワシ削り節がよく用いられる。カツオ削り節よりはコクがあり、安価なため大量に使用しやすい。 カツオブシ用カンナカツオブシを削った、カツオブシ削り節、カツオアラブシを削った、カツオ削り節カツオブシなどを加工して生産される製品である。明治時代末、花カツオという名をつけ、広島県深谷津郡福山城の藤は安倍商店が発売すると、大正時代から昭和時代初期にかけて、愛媛県伊予郡郡中町と広島県福山市で、花カツオ、 業者の創業が相次ぎ、さらに静岡県の業者も参入した。現在では薄いフィルム状に削られたものに窒素を入れ機密パックの状態で小分けされているのが主流である。カツオを原料とした削り節の小袋が家庭で手軽に使える商品としてヒット商品となった。大正時代に広島県福山市の富士は安倍省が紙袋で、 包装して出荷する削り節を考案した。削らなくても良いので労力が省ける反面、劣化により風味が失われる問題が残された。しかし風味を保つことのできる削り節の研究が続けられ、1969年に人弁が発売したのがフレッシュパックである。包装に三層構造の合成樹脂フィルムを使用するとともに酸素除去のために不活性ガスを充填することで、 長期間風味を保つことに成功した、この商品は多く売られ、他社からも同様の製品が発売された。様々な需要に応えるため、量などを違えた様々な削り節が市販されている。製作工程上で出た削り切れないくず節や削り節に不向きなものは粉状にして削り粉として販売したり、ダッシュパック材料として有効利用されている。静岡市周辺では、 削り粉と青海苔を混ぜたものを、出し粉と呼び、おでんなどに振りかけて食べる地域がある。削り節を加工した食品として、振りかけがある。作節を佃煮にしたものや醤油であいたものは、おかかと呼ばれ、握り飯の具として使用される。山木踊る。鰹節動画投稿キャンペーン。2021年3月12日閲覧。ウィズニーズ、鰹節はなぜ踊る 小6が徹底検証メーカー語る二つの原因2021年3月12日へ閲覧なぜ上履きを履くハリウッド誕生日はカツオ士の謎チコちゃんに叱られる11ディセンバー 2020NHK 総合シゼコン自然科学観察コンクールカツオ士はなぜ踊るのか2021年3月12日へ閲覧 自然ン自然科学観察コンクールカツオ節が踊るメカニズム2021年3月12日閲覧国立国会図書館デジタルコレクション雑誌調理科学8削り節について著者マシコシロ出版社調理科学研究会2月20日ありがとうございます